駅は、マレーシアセランゴール州、ゴンバックにある、マレー鉄道の駅である。当駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、バトゥケーブス支線であるが、運転系統上は、スレンバン線として案内される。KTM コミューターのスレンバン線の始発駅である。駅北側に、セメント工場があり、その輸送のため貨物列車も運行されている。バトゥケーブスの真横に駅があり、毎年2月初旬に行われるタイプサム開催期間は、早朝から深夜まで多数の臨時列車が運行される。KTM コミューター運行開始前は、KTM インターシティの臨時旅客列車が運行された2010年のタイプサム開催期間中は、KTM コミューターの試験運行で旅客輸送が実施された。バトゥケーブス駅1905年11月1日に、バトロード、バトゥケーブス間の開通時に開業した。しかし数年経った頃には、駅は使用しづらい状態まで老朽化した。スントゥルバトゥケーブス間の路線は、第6マレーシアプランのクアラルンプールスントゥル間の複線電化の対象区間にも含まれなかった。その後に、駅は改築し、電化も行われた。また、単線であったスントゥルバトゥケーブス間も、複線化計画が持ち上がり、建設中であった途中駅のタマンワーユ駅、カンポン、バットゥ駅、バトゥクントンメム駅の建設が一時ストップとなった。この複線化計画2001年以前に DRB、ハイヒャムバーハットによって開始される予定であったが、交通省からは手紙にて DRB、ハイヒャムバーハットに2001年4月13日に開始せよとの命令が下った。しかしその後何も動きがなく、2006年11月17日に、用地の所有者は、新建設会社のユーティルコーポレーションに変わった。計画は2010年4月までに完了する予定であったが、実際には2010年8月まで延期されようやく完成した。プラットフォーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、橋上駅舎を持つ。西側には、貨物線が2本あり、セメント工場へつながっている。トイレは、橋上駅舎の改札内にある。出口は、東西各1カ所ずつ設けられており、バトゥケーブスは、東出口側にある。マレー鉄道1スレンバン線バトゥケーブス駅タマン、ワーユ駅。ありがとうございます。